こんにちは、皆さん。今日は私たちの食卓に欠かせない野菜の一つ、レタスについてお話しします。実はこのレタス、見た目以上にパワフルな効能を秘めているんです。今回は美容と健康に関する驚きの10の効能をご紹介します。まず一つ目は、レタスの強力な抗酸化作用です。レタスにはビタミン C やベータカロテンが豊富に含まれています。これらの栄養素は体内の有害な活性酸素を中和し、細胞の酸化ストレスを軽減します。つまり、レタスを食べることで肌の老化防止やがんなどの生活習慣病のリスクを下げる効果が期待できるんです。2つ目は美肌効果です。レタスに含まれるビタミン A は肌の新陳代謝を促進し、肌のターンオーバーを正常化します。またビタミン C はコラーゲンの生成を助け、肌のハリや弾力を保つのに役立ちます。さらにレタスに含まれる水分は肌の潤いを保つのに効果的です。3つ目は睡眠の質を向上させる効果です。レタスにはラクスカリウムという成分が含まれています。この成分にはリラックス効果や鎮静作用があることが知られています。就寝前にレタスを含む軽いサラダを食べることで、よりスムーズに眠りにつける可能性があります。4つ目は血圧調整効果です。レタスに含まれるカリウムは体内の余分なナトリウムを排出する働きがあります。これにより高血圧の予防や改善に役立つ可能性があります。またレタスに含まれる硝酸塩は体内で一酸化窒素に変換され、血管を拡張させる効果があります。5つ目は骨の健康を促進する効果です。レタスにはビタミン K が豊富に含まれています。このビタミン K はカルシウムの吸収を助け、骨の形成と維持に重要な役割を果たします。特に閉経後の女性や高齢者にとって骨粗鬆症の予防に役立つ可能性があります。6つ目は目の健康をサポートする効果です。レタスにはルテインとゼアキサンチンという栄養素が含まれています。これらは目の網膜や水晶体に集中して存在する色素で、有害な光から目を保護する役割があります。加齢黄斑変性症や白内障などのがん疾患のリスクを軽減できる可能性があります。7つ目は消化促進効果です。レタスに含まれる食物繊維は腸内環境を整え、便秘の予防や改善に役立ちます。またレタスに含まれる水分は消化を助け、スムーズな腸の動きを促進します。8つ目は体重管理をサポートする効果です。レタスは低カロリーで水分含有量が高いため、ダイエット中の方にとって理想的な食材です。食事の量を減らさずにカロリー摂取を抑えることができます。また食物繊維が豊富なので満腹感を得やすく、過食を防ぐ効果も期待できます。9つ目は心臓病予防効果です。レタスに含まれる葉酸は血中のホモシステインというアミノ酸の量を減らす働きがあります。ホモシステインが多いと動脈硬化や心臓病のリスクが高まるんです。また前述のカリウムによる血圧調整効果も心臓病予防に寄与します。最後の10番目はストレス軽減効果です。レタスに含まれるビタミン B 群、特にビタミン B1 と B6 は神経系の機能を正常に保つのに役立ちます。これによりストレスに対する耐性が向上し、精神的な安定を得やすくなる可能性があります。また前述のラクスカリウムによるリラックス効果もストレス軽減に寄与します。身近なレタスがこれほど多くの素晴らしい効能を秘めているとは驚きですよね。美肌効果、睡眠改善、血圧調整、骨の健康促進、目の健康サポート、消化促進、体重管理サポート、心臓病予防、そしてストレス軽減。これらの効果を考えると、毎日の食事にレタスを取り入れる価値は十分にあると言えるでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。レタスについて新しい発見があった方、ぜひコメント欄で教えてください。一番驚いた効能は何か、普段どのようにレタスを食べているかなど、皆さんの感想や経験を共有してくださいね。また自分なりのレタスの食べ方や活用法がある方も、ぜひコメントで教えてください。この情報が役立つと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。